はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2023年1月24日に収録しております。今日は素晴らしい映画モリコーネ映画が恋した音楽家という映画を見てまいりまして、本当に素晴らしい映画でしたので、ぜひ皆さんにお勧めさせていただきたいと思っております。で、今年に入って紹介させていただいた、まず一本目の映画は、ホイットニー・ヒューストン、2012年、もう今から11年前になりますけども、48歳の若さで亡くなった、まあ世界的シンガースーパースター、ホイットニー・ヒューストンの生涯を描いた、ホイットニー・ヒューストンという映画も素晴らしかったので、今年のまあ一本目としては紹介させていただいたんですけども、今年ぜひ皆さんに紹介させていただきたい二本目は、このモリコーネ、映画が恋した音楽家、映画音楽家としてはもう世界最高と呼ばれております、エンニオ・モリコーネのまあ生涯、エンニオ・モリコーネのまあ功績を本当に描いた映画と言っていいかなと思っております。で、私がまあ映画も好きですし、もちろんあの映画音楽も本当に好きなんですけど、映画音楽家としてっていうより、もう映画音楽っていうのを外しても、世界で一番好きな作曲家が、このエンニオ・モリコーネです。まあ映画音楽としてはこのエンニオ・モリコーネ、ヘンリー・マンシーニ、ジョン・ウィリアムス、まあハンス・ジマーとまあいるんですけど、もうとにかく一番もう世界で一番好きな、作曲家、尊敬している作曲家がこのエンニオ・モリコーネなので、よくこの、こういう形での、電気的なこの映画、まあ、インタビューの映像が中心なんですけど、よく作ってくださったなというのが正直な気持ちです。このエンニオ・モリコーネ1928年生まれなんですけども、残念なことに2020年7月に、もう3年前、2020年7月に91歳で、亡くなられ、ました。で、この映画、この電気的な、この映画を、まあ、若いプロデューサーが撮りたいということで、約5年間、この取材されてるそうなんですけども、この編集中に、そのエンニオ・モリコーネは亡くなられたっていうことなんですが、この作品自体の中で、最後も、そういうシーンを入れようと思ったら、入れられんことは最後はなかったと思うんですけど、編集中に、モリコーネが亡くなったということで、でもそこが、そういうふうに描くずに決してこう亡くなったということに焦点を当てずに映画が終わってるあたりも監督されてます、ジュゼッペ・トルナトーレの素晴らしいところだと思います。で、若いプロデューサーが、モリコーネ、エンニオ・モリコーネの、なんかこういう作品を作りたいって申し出たら、そのモリコーネが、ジュゼッペ・トルナトーレが監督をしてくれるなら、OK するっていうことで、で、このトルナトーレは、もうエンニオ・モリコーネの、まあ、代表作って言っていいと思うんですけども、ニューシネマ・パラダイスの監督がジュゼッペ・トルナトーレで、その当時はトルナトーレ監督はまだ若手、新人の監督やったんですけども、すごくモリコーネによくしていただいて、その後何作も二人で作品を作り上げてますし、まあ師匠と弟子みたいな関係でもあったのかなと思ってるんですけども、モリコーネがそのトルナトーレが監督をするならOK やということで、こういう風にそのまあ長いそのインタビューに答えて、本当に私たちが知りたかった言葉をこういう形で残してくださってて、本当にもう今となっては2020年に亡くなられるので、本当によく撮ってくださってたなと、思います。で、トルナトーレ監督も、また今回のこのモリコーネを撮るにあたって、そのまあ条件としては、そのたくさんのモリコーネのやっぱり素晴らしい仕事に当然のことながら焦点を当てるので、その作品を語るときに、その映画の映像を使わせてくれるっていうことを、それを条件になんかこうこれを撮りたいというふうにおっしゃってたということで、様々な権利もあると思うんですけども、今回この映画の中で全てこの映画のシーンがちゃんと映像で使わせていただいているので、それも本当に良かったなと思いました。そういう映像がちょっと権利系で使えへんときは、なんかこう写真
を出してこの映画のこういう音楽を作ったみたいな紹介されることもあると思うので、すべての作品に対してその映画の本当のシーンが使われてたので、それはまあ本当に良かったなと思いました。でまあ私のように、もう一番尊敬してる作曲家ですから、当然のことながら見に行きますし、でそしてまたもう前編2時間半以上ある長い作品なんですけど、もううっすらずっとなんか、ね、私もうっすらずっと泣いてるようななんかそんな、感じ、そんな気持ちでした。まさになんか私にとっての音楽の神様がずーっと本当に真摯に話してくださってるようななんかそんな印象を受けたので、私のような人間にとってみたら、まあ本当にもうすごい作品で、モリコーネが話してくださってる、まあその時間すべてがもう本当にもうありがたいっていう気持ちで見させていただいたんですが、まあそれほどそのエンニオ・モリコーネの音楽に対する思い入れがない方なんかには特段無理にこれを見に行っていただきたいっていう風にまあお勧めすることもないかなと思ってるんですけど、で基本的にはもう前編ずーっとその自分の作品についてその時どういう気持ちだったか、そしてまだその時どんな風にクラシックから映画音楽っていうのがちょっとやっぱり一段下に見られててみたいなところからずーっとこの振り返ってモリコーネが話してくださってるまあインタビューが中心なんですけど、そこに70人ぐらいの、映画関係音楽関係もうすごく有名な方たちのまたこのインタビューを挟み、そしてまた作品ごとにその映画の映像を流してくださってるので、この映画のその音楽が使われた本当のその作品の映像が全て使われてるので、そういった意味では映画ファンの方でしたらそのエンニオ・モリコーネのその音楽に私のように特に思い入れがない方が行かれても楽しめるのではないかなと、思います。ちなみにもうたくさんもう500作品以上の映画でこの映画音楽を作っておられるんですけども、何かもし私のベスト3を選べって言われたらもう迷いなく実は選べまして、ベスト3、3位としてはミッションと、いう映画の音楽が私ものすごく好きで、まあ、スペイン統治下の南米にこのキリスト教の宣教師がまあ入っていくって話なんですけど、このミッションの映画音楽がすごく好きですし、そして、残り2作品、ナンバー2、ナンバー1も、もうこれも迷いなくて、ナンバー2が、ニューシネマパラダイスです。まあ、ニューシネマパラダイスの音楽はもう知られない方も、おられないではないかなと思ってるんですけども、もう、名作中の名作。そして1位が、Once Upon a Time in America、デボラのテーマです。私のベスト3はミッション、ニューシネマパラダイス、ワンスアポンアタイムインアメリカなんですけども、まあまあ他にももう本当に海の上のピアニスト、そしてもともとこのモリコーネがこの映画音楽で知られるようになったのは、マカロニウエスタン、まあイタリアで作ったウエスタン映画なんでマカロニウエスタンっていう言い方をされますけども、小屋の用心棒、夕日のガンマン、続夕日のガンマン、ララ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 って、これは続夕日のガンマンやったと思うんですけど、もうそれも聞いたらもう知られない方はおられないと思いますし、これがエンニオ・モリコーネの作品やっていうのが知らなくても、もう映画音楽が流れてきたら、あ、聞いたことがある、聞いたことがある、聞いたことがあるっていう風にね、思われる方がもうほとんどではないかなと思いますので、まあ、映画音楽の世界で、まあ、本当にもう永遠に、聴き続けられるような、素晴らしい作品を、たくさん、残しておられる、このエンニオ・モリコーネなんですけども、まあ、本当に長年にわたって、こうした作曲活動を続けられた秘訣みたいなものも、なんか今回の作品の中で、こう、なんかちょっとね、教えていただけたような、そんな気もいたしました。いきなり映画の最初、ストレッチを始めはるところで、この映画が始まるんですけど、なんか毎朝朝4時とかに早く起きて、入念にストレッチをしてから作曲活動に当たられるというのがなんかモーニングルーティーンやったみたいで、そのあたりもなんかこの方がまあ本当に、まあクリスチャン、カトリックのクリスチャンであり、すごく家庭を大事にして愛妻家、真面目な方やったというのも今日すごくわかりましたし、なんか長年にわたっていい仕事を続けていくなんかその秘訣みたいな
ものも才能があるのはもう大前提なんですけど、才能があってもなんか短い時間活躍して消えていく人もたくさんおられる中、特に50を超えてから素晴らしい作品もたくさん書いておられますので、なんかこう生涯現役のお手本としても、なんか今回この記録映画を見させていただいて本当に良かったなと思いましたし、やっぱり愛妻家っていうところもなんかすごくね素晴らしいなと思いました。で、作品ができたらまず映画監督に聞かせる前に全て奥さんに聞いてもらって、その映画の専門家、音楽の専門家でない奥さんの意見をすごく大事にされて、奥さんがいいと思ったものだけ監督に聞かせるんやっていうようなことをおっしゃってるあたりも、なんかこのあたりもこのどうしてもこの専門家的なこう考え方、なんかこう聞き方になっていくと思うんですけども、このあたりもすごく映画っていうもの、映画音楽っていうものがなんかすごく本当にもうポピュラーな人たちをこう一般の人たちを対象にしてる、なんかこうクラシックを作って聞いてもらうっていうのではまたない、なんかこう大衆音楽としての映画音楽というものをなんか捉えておられたのではないかなと思いましたし、このあたりもなんかすごくエピソードを聞かせていただいて本当に良かったなと思いました。まあそして帰ってきまして、まあ今日のこの森コーネを見させていただきまして、この映画の中で紹介されてた森コーネがまあ担当したこの映画音楽、この映画を、なんか私も大好きな映画がたくさんあるので、早く、ミッションにしても、ニューシーマンパラダイスにしても、またマカロニウエスタンの名作にしても、なんかこう、作品を、映画を、もう一度久しぶりに、片っ端から、見させていただきたいな、そんな気持ちになんか今日はすごくなって帰ってまいりました。たくさんの方のインタビューもすごく興味深かったですし、その中でも私はやっぱり特に今の現代の映画音楽のまあ最高峰だと思います。ハンス・ジマーであるとか、ジョン・ウィリアムスがやっぱりこのモリコーネのことをすごく尊敬しておられるのがなんか伝わってきて、このお二人のなんかこうインタビュー記事は私特になんかね興味深く見させていただきましたし、そして大好きなブルース・スプリングスティーンもね、この森コーネをすごく愛しておられる気持ちもなんかすごく伝わってきて、本当になんかね、見させていただいてよかったなと、思いました。私にとってはもう最高峰の、まあ、映画音楽を超えた、世界を代表する、作曲家だと思ってるんですけども、このエンニオ・モリコーネの、やっぱりもう500作品を超える中から、本当にもう素晴らしい、作品にちょっと焦点を当てて、そして長い、エンニオ・モリコーネ自身の、まあ、インタビューを中心に構成されてる、この映画なんですけども、このエンニオ・モリコーネの、まあ、音楽を好きな人はもう当然ですけども、この関わられた作品の、映画なんかが好きな方は見に行かれてもすごく楽しめる作品では、ないかなと、思っております。今日は、本日見てまいりました、世界的な、映画音楽家エンニオ・モリコーネの、まあ、生涯に焦点を当てたモリコーネ、映画が恋した音楽家、まあ本当に素晴らしい、作品でしたので、まあ、特に、エンニオ・モリコーネの音楽、また、エンニオ・モリコーネが映画音楽をつけた、この映画、作品なんかが好きな方には、ぜひ見に行っていただいたら、すごく、興味深く見ていただけると、思いますので、おすすめさせていただきました。最後までご視聴くださいまして、本当にありがとうございました。生まれてきてよかった。君と出会えたから。